皆さん、こんにちは。新年ね、明けましておめでとうございます。令和3年ね、令和2年から令和3年になり、西暦と2020年から2021年、その中で、新しく年をお迎えすることができました。1月1日元旦ということでね、今日は、今年の抱負ということでね、させていただきたいと思ってます。まあ、昨年はね、まあ、本当にのウイルスによって、日本だけではなく海外も全ての国々、いろんな国々がね、混乱に陥り、経済、そして多くの方は亡くなりね、感染された方も多いでしょう。その中で、非常に不幸を多く生んだかなって感じはします。その中で今年を迎えてということで、今年は確実に昨年よりもね、良い年になることは間違いないと言ってもいいでしょう。これは自信があります。でその中で、まあ、今年1月1日ということを迎えてね、まあ、大寒波ということで、まあ、非常に寒波がすごいらしいじゃないですか。今までずっと北海道、東北、北陸と回ってきてね、そういったところが、結構雪がすごい大変ということでね、まあ、他にももう日本海側、中国地方ね、島根とか、あっちの鳥取とかね、九州北部とか、あの辺りも結構雪が降ってきてるということでね、まあ、いろいろ大変だと思うんだけど、皆さんぜひともね、新しい気持ちで新年を迎えていただいて、これから、三ヶ月を過ごしていただいてね、1年を無事に明るい、世の中にしていただきたいと思ってます。その中で、今日は、お話しさせていただきたいことはですね、まあ、今年の抱負ということで、ね、させていただきたいと思います。昨晩はね、一応カウントダウンということで、いわゆる新年、おみそかから新年明けるということで、その中でお話をさせていただいたんだけど、今年に関しては東日本周遊、明日から動きます。即ね、ちょっと今日は休んでました。昨日本当に釣り行く予定だったんだけどね、初詣では行かずにね。で、明日から茨城に行き、茨城福島浜通り、そこから北上して仙台に行き、そこで、東日本周遊を完結します。まあ、もともと北関東のあたりも行ってましたしね、まあ、首都圏住んでたんで、川崎東京住んでたんで、その時にまあいろんなとこ行ってるんで、まあ、首都圏自体まあ感染者多いから行く必要はないんですけど、まあ、それで東日本、周遊、完結となります。その後ちょっと間を空けて西日本周遊という形になる。それが大体2ヶ月ぐらいですね。滋賀から入って淡路島、兵庫でも淡路島だけは行きたいかな。あとはもう関西も大体行ってるんですよね、滋賀以外は。滋賀は大体通るだけが多かったんだけどね。で、その後四国から入って九州回って、その頃にはもう3月になると思います。で、そこから中国地方に入り、山陽、山陰、ね、山陰もちょっとまだ一回確定したい、山陰は行く予定なんだけど、そこから、また、関西、滋賀に行って、滋賀の、まあ、いわゆる雪が降ってるところが、まあ、3月下旬にはね、多分まあ雪が大丈夫になってると思う。そこから富山、石川県、またね、再訪する形で行こうと思ってます。ということで、今年は、日本、西日本周遊を終えて、日本全国制覇ということで、まずはそちらを終えてね、その後海外に徐々に行けるようになってくると思っているので、海外に行こうと思っています。ということで、その中でまあ行ける国々からということでね、まあ、ドバイ、まあ、いわゆるエミレス航空のやつ持っているので、そういったものを先に使っていって、その後タイにと考えています。タイに関してはね、隔離は、しばらくまだ続く予定ですから、その隔離もね、どんな感じかっていうのを皆さんにお伝えしたいと思っているので、その意味でもね、ちょっとやっていきたいと思っています。はい、ということで、ぜひね、今年もね、よろしくお願いいたします。令和3年ということで、今年もまああっという間に過ぎてしまいますからね、皆さん本当に有意義な、ね、時間をね、費やしていただきたいと思います。自分も時間の無駄を極力減らしてね、有意義な時間に、費やしていく予定なので、よろしくお願いいたします。一年だけは元旦にありですからね、まあ、今日から動いていきますけど、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。